さあやってまいりました、究極のキャラデッキ選手権。お互いにかっこいいモンスターを出しまくって、お互いに究極のキャラデッキ盤面を作ろうというのが本企画でございます。普段のデュエルでは絶対に見ることのできない究極の盤面をお見せできるかと思います。盤面作りのために攻撃しなかったり早送りやカットも挟みますが、ご了承ください。それでは参りましょう。ひょ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 モンスターを伏せるぜ。お前にデュエルを申し込むよ。よし俺のターンじゃ、ドローじゃ。インセクター派のモノマネ無数無限のテグだ。ありがとうよ。ひょ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 、俺のターン、ドローだ、ドローだぴょー。うん、これちょっと伏せすぎるとやばすぎるぴょーね。エンド一旦ちょっと盤面が整うまでは少し待つぴょーね。このモンスターは戦闘で破壊してほしいですよね。そんなしゃべり方じゃないけどね、インセクターが。さあ、伝説の都アトランティス来た。2世だ、2世の方。モンスター効果発動、レズワンスインセクト破壊してくれてありがとうよ。モンスターを特殊召喚、さあプチモスを特殊召喚するぴょー。ひょ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 ー、ドローだぴょー。結構強いぴょー、結構強いぴょ、カードを1枚セットするぴょー。そのモンスターも殴ってほしいぴょー。よし俺のターンじゃ、ドローじゃ。おい、そこのハチマキ巻いてる魚野郎、よしモンスターで攻撃。ちょ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 、モンスター効果発動。プチモス、プチモスでいいか、プチモス圧縮したいよ。まあ、プチモスでいいか、プチモスを特殊召喚するぴょー。モンスターを特殊召喚、ターン終了じゃ。あとは進化の前を引いてくるだけぴょー。ドロー、抱きつきインセクトアーマー、最強カードを引いたぴょー。モンスターを攻撃表示で召喚、プチモスを全部攻撃表示で煽るぴょー。ターン終了、よよよよよよ。俺のターン、ドローじゃ。うざ、この場面、この場面うざ。俺のターン、ドロー。いやー、ちょっと来ないぴょー。ターンエンド、そろそろ進化の前が来てほしいぴょー。俺のターンじゃ、ドローじゃ。俺のターン、よよ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 。さあ、俺の手札に舞い込め進化の眉。そして進化の眉の効果発動、進化の眉の効果発動。来た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 。これが俺の切り札、進化の眉の来た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 、これが俺の切り札だ、進化の眉来た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 。ターン終了、モス進化促進の効果でお互いのエンドフェーズ、進化の眉のカウンターは2個ずつ進むぴょ。最強スキルだぴょ。なに、ちょ、オサイクジラを墓地に送る。海最強モンスターを召喚じゃい、要塞クジラ出た、要塞クジラだ。俺はこのカードを出せよ。さらにアトランティスの効果、うわっ、伝説のフィッシャーマン召喚。かっこいいぜよ、その盤面かっこいいぜよ。一世二世要塞クジラはかっこいいぜよ、やるぜよ。ただちょっとこちらの語尾が定まんないぜよ。どうすればどうすればいいぜよ。いや、かっこいい、その盤面ザッカジキって感じ、なかなか熱い盤面ぜよ。ちょっと待ってください、カジキくん、今からね最強モンスター3体並べるんで。ターン終了じゃ。かわいい、かわいい、この盤面。ひょ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 。さあ、手札に最強モンスターが加わるぜよ。ゼオじゃねえや。ゼオじゃねえや。加わるぴょー。俺の
さあ次のターン、お前に絶望を感じさせてやるよ。よい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 よ、ドローだぴょー、行くぴょー、そろそろ行くぴょー。フィールドのプチモスをリリースし、ラーバモスだ、ラーバモスだ、そんな感じで言うんだ、ラーバモスだ。さらに来た来た、これがグレートモンスター、グレートモンスター進化中に並べてやる。ぴょー、来た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 、これが究極完全体グレートモンスター。どうだ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 、さらに核付きインセクトアーマーを装備するぴょー、さらに核付きインセクトアーマーを装備するぴょー、さらにもう一枚装備してもいいな、これ核付きインセクトアーマーを装備するぴょー、最強だぴょー、見てぴょー、この並びだぴょー、進化中に並んでるぴょーね、ラバモス、グレートモス、究極完全体グレートモスが、これが究極デッキだぴょー。ただまだ俺の気はもう一回の変身を残しているぴょー。ひょ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 、次のターンお前に絶望を思い知らせてやるぴょー。ひょ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 、バトル、ラバモス、ちょっとお前邪魔だからどっか行ってくれ。ひょ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 、モンスターで攻撃、ひょ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 、ターンを終了するぴょ。よし、キョ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 、ドローじゃ、早くしろ。さあどうするぴょ、お前もハンドはいっぱいあるけどそれ以上展開できないぴょ。アトランティスがあるからなんかレベルが下がっちゃってアドバンス召喚もできないぴょ、あのデッキ残念ぴょね。ターン終了じゃ、残念ぴょねなんて言わないか。俺のターン、ドロー。ふん、こいつでどうだ、ダイナバッター、いけダイナバッター、さあバトルするぴょ、いけ、くらえ、モンスターで攻撃だ、ダイナバッターが破壊された場合こんなこと効果を発動できるぴょ、ダイナバッターの効果発動、なんじゃと、現れろ、よく見ておけよ、女王様召喚、ちょ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 、相変わらず世界一気持ち悪い召喚ムービーだぴょ。ガーッやばすぎるぴょ、この場面はやばすぎるぴょ。ドローじゃ、ターンエンドじゃ、俺のターン、デッキに引くカードがないぴょ。俺の勝ちじゃ、気持ち悪いこのデッキ。